楽しいが一番強かったです。確かに琉球には元チームメイトの、ね、選手もいらっしゃいますから。そしてチャンピオンシップではまあなんか独特の雰囲気があるなんて言われますけれども、その雰囲気は感じましたか？そうですね、なんていうんですかね、一つ一つのプレーだったりとかになんかより気持ちが入ってるというか、まあ琉球アリーナのなんですかね、あの凄さもあったので、はい、なんか圧迫感というか、まあ、そういう緊張感もまあありました。連日こう6000人近いねブースターの方が来て、なんかフリースローの時とかも要塞のようじゃなかったですか？本当にプレッシャーを感じさせるようなチームだったんですけど、僕個人としては、はい、その緊張を、まあ、楽しめたのかなとは思っているので、はい、すごいいいところでできたなっていうのはあります。今シーズン戦ってきて、このチャンピオンシップで、まあ、通用しなかったところ、そして通用したところはそれぞれどこになりますか？はい、通用したところで、まあ、僕個人で言いますと、まあ、ディフェンスのところは良、まあ、かったと思うんですけど、まあ、オフェンスのところでもっと個で打開できるようにならないと、まあ、レベルで勝つことはできないと思うので、まあ、僕自身、まあ、チーム全員そうだと思うんですけど、はい、オフシーズンに、まあ、自分自身にベクトルを向けて、1人ずつレベルアップしていけたらいいかなと思います。チャンピオンシップのあの空間を経験して、これがホームだったらなって私は会場で感じたんですけど、中山選手はどうでしたか？そうですね、舞台をホームでやるというのはまた全然違うと思いますので、まあ、来シーズン、ホームでできるように、僕たちも全力で頑張ります。いや本当に、ね、皆さん今シーズンワクワク、ね、させてくれるシーズンでしたよね。ちょっと一つ聞いてもいいですか？はい、中山選手ってその笑顔からこぼれるしっかりした歯並びの綺麗な歯がとっても大好きなんですけれどもやっぱり試合の時歯を食いしばってとかってこともあるじゃないですか。歯のケアで気をつけてることってあります？すいません、変なこと聞いちゃった。歯のケアですよ。いやでもすごい綺麗な、僕あんまり何もしないですし、なんか選手によってはその試合中にマウスピースをして歯を守ったりする選手も多いんですけど、はい、僕結構なんかその喋りづらく感じちゃって、つけてもないので。じゃあ元々の歯がすごく丈夫で綺麗ということですよね。そうかもしれないですね。ちょっと親に感謝しておきます。そうですね、ぜひその笑顔をね、また次のシーズンでもバッチリ見せていただけたらと思います。ありがとうございます。高橋アナウンサーは、ね、元ハピネス担当でしたけれども、やっぱり感慨深かったんじゃないですか？すごいなと思いましたよ、ね、あと本当来シーズンもっともっと秋田盛り上げなきゃいけないですよね。そうですね、まあ、今回チャンピオンシップに出場ができましたけど、まあ、そこがゴールではないですし、まあ、ここが本当にスタンダードになれるように、まあ、頑張っていかないと、そうですね、皆さん、ま、納得しないと思うので頑張ります。本当に来シーズンが待ちきれません。さあそれでは最後に視聴者、はい、ブースターの皆様にメッセージ、はい、あちらのカメラにお願いします。はい、今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。皆さんが、熱い応援をしてくれたおかげで、最後にチャンピオンシップ出場することができました。ただそこがゴールではないので、来シーズンもっともっと上に行けるように、僕たちも全力で頑張りますので、これからも熱い応援よろしくお願いします。ハピネッツのキャプテン中山拓也選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。